シャシリクは、ロシアやウクライナなどの旧ソ連圏の国々で人気の、ある、バーベキュー、肉の串焼き、焼肉料理、ロースト料理である。中央アジアでは、バザールや屋台で盛んに食べられるいわば、ファーストフードでもある。料理名は、日本では、シャスリック、シャシルイク、シャシリイク、シャーシリク、シーシルイクなどと、様々に表記される。また、カボブと呼ぶ地域もある。 ロシア語でもトルコ系の言語に従ってシシュケバブと呼ばれることがある。調理中のシャシリクシャシリク起源はカフカス地方のケバブでこれがサハリンを含む旧ソ連各地域各国など全域に広がったものとされる。シャシリクに用いる肉はもともとはラムやマトンの腎臓や肉であったがそれら羊肉に加えて牛肉、豚肉、鶏肉、さらには チョウザメなどの魚肉に至るまで様々な肉類が地方ごとあるいは宗教や伝統に応じて食べられている。レシピも多く、秘伝のレシピを有する過程もある。共通する特徴は、酢やワイン、オリーブオイルなどを混ぜたものに、ニンニク、玉ねぎ、黒胡椒、クローブなどの香辛料やハーブ、塩などを調味料として長時間漬け込んだものを用いるところ。旧ソ連各地では、 ハイキングや野外パーティーなどで人気のあるごちそうとして定番となっている。レストランであまり見かけない地域もあるが、それでも街角の屋台や路上で売られる場合は多い。日本にもシャシリクを出すロシア料理店がある。新鮮で脂身のついた肉を3センチ角程度に切り分け、刻んだニンニクや玉ねぎと共に、塩、胡椒、レモン汁などで調味したワインに一晩あるいは一昼夜、漬け込む。 漬け込んだ肉を串に刺し、炭火などの直火やオーブン、フライパンなどで焼く。ありがとうございます。